さあ、今回どういったお友達が来られるんですか？なんかすごい雑ですね、さっきまでと違って武将隊、武将隊の皆様が来てくださると。それ以外にはどんな方が来てくださるんですかね？覚えてるちょっとね、今ね、ファンカーのステージのことをだいぶいろいろと楽しいことを考えてね、いっぱい考え事してたらいろんなこと忘れていくねよろしいですか？大阪ではまあ毎年毎年お天気が崩れるんですが、くまモンさんの今年の2月9日10日の北雪のお天気をちょっと晴れ、2日とも晴れですか？晴れかける2ということで2日とも雨が降らない。なるほど、では心地よく、ちょっとまあ肌寒いですけどね、季節的にはね、暖かい熊本の熊本のね、熊本も暖かいものがたくさん来るみたいなので、それでは、まあ、来たい人は皆さん本当に楽しんでいた。何？え、ねえ、熊野、だいぶ自信がなくなってきた。あれやかからに自信ないじゃん、自信ないじゃん。ただですね、皆様、2月9日10日は晴れます、晴れますが、寒さはね、寒さはどうしようもありません。日本の四季はね、いいところでもありますので、寒さ対策だけは、雨対策は必要ですかね？あ、カイロね、カイロ皆様、お腹と腰に貼るだけにもだいぶ違います。足の裏に回っていただいて、暖かくして来ていただきたいと思います。